パーートト2へようこそシシュワズその,さんのアシスタントを務めておりますす村上です本動画は「必見漫画を高く売るコツと高値で売れるおすすめのコミック5000を紹介」の記事のパート2となっております。パート1では第3章逆に漫画を売るデメリットはまでお話ししましたね。 それでは続きからご覧ください第4章いつがベスト漫画を売る季節的ピーク漫画を売る時の季節的なタイミングというのはそれほどありませんアウトドアグッズやス,ポストーブなどと違い1年を通して比較的コンスタントに売れていきますただしそれでもやはりある程度波ができやすい時期はあります それは、8月です。夏休みになり学生も社会人もお休みの時間帯が増えるので漫画を読むことに充てる人も増えるようですねですのでこれから知識を蓄えていくのはこちら執筆時点の8月6日はベストな時期でしたまた日本著者反則センター 情報を参照しますと1年間で2番目に本が売れる時期は1月落とし玉をもらって若年層の来店客数客単価が上がりますと書いておりますなのでこれから勉強して1月に向けてアクセスむのを踏むのも良いでしょう第5章高値で売る売れる おすすめ漫画5選。では実際に売れる漫画を5つご紹介していきます。1. 俗武田信玄武田勝頼1から最新刊歴史コミックマーケットプレイスコミックセットこちらブックオフで1巻108円で購入できたので仕入れ値は540円です。 現在最安の中古、状態は貨で2000円ほどで売れています。中古平均は1845円ですが、ここを見ますと、5月7日はとつんと売り上、げ高く3000円台近くまで行ってますね。 2小極のアるタイルコミック1から19巻セットかっこコミック人気作ですゲオの店舗で1641円でセット売りされていたものが現在中古状態レベルは「か」で5500円ほどで販売されていますコレクター商品青のところは 平均1万6805円新品ですと1万1846円中古でも5919円で場所によっては中古7628円の時もありますランキングを見ても回転いいですね3キャプテン翼 文庫版コミック全21巻完結セット数英社文庫コミック版かっこ文庫こちらは誰もが知っている人気作の文庫版ですこちらはブックオフバザールでの仕入れが2924円で現在の売り値はかのコンディションで7460円ほどですコレクター 11, 円新品だと14,096円中古でも6,293円ランキングもここがちょっと気になりますがまずまずですね三国志全五単行本こちらは作品として安定の人気作で 多くの作者さんが数多くのシリーズを生み出していますね古本市場のセールで1冊50円で仕入れ250円でした現在執筆時点では最安が非常に良いコンディションで4989円ほどです少し余裕があれば次に良い安い良いコンディションが6000円ほどですので そちらに価格を合わせても良いでしょう。五、火の鳥。二千三年角川絶品コミック。コミック。全十二巻完結セット。角川絶品コミック。最後は不動の名作。手塚治虫の火の鳥です。 ブックオフでの店舗で一冊108円でした。仕入れ1296円に対し、現状最安が5800円ほどです。しかし、回転を上げるためには3980円で出してみるのが良さそうです。第六章 漫画の仕入れを成功させる5つのコツ5つの方法で成功をさせましょう。漫画を売るために仕入れを成功させるためのコツがあります。5つのコツがあるので、それぞれについて解説します。1. あらかじめ商品リストを構築しておく。 漫画を売るときは他の多くの背剃りと違い基本ビームを使用しません店舗に行ってから片っ端からリサーチすることは膨大な作品があるため効率が悪すぎますある程度リストを作成した上で向かうようにしましょう、2. しっかりセールを利用する マンゴーを仕入れる際はしっかりセールのタイミングを活用することで仕入れの対象を広げ利益も大きくすることができます定期的なセールタイミングをしっかり押さえておきましょう「ブックオフ」最も馴染みのある店舗ですが実は店舗によって個別にセールを開催していますネット上から 各店舗の基本的なセール情報はチェックできます。こちら、ブックオフグループのページです。こちらにセールイベント、セール情報、全国の店舗セール情報、店舗名、セール情報、実施期間、書いています。さらに店舗ごとのアナ,アナログなセールがあります。 こちらは店舗ごとに情報を発信していますので、お住まいの近くにある店舗情報をチェックしておくと良いでしょう。古本市場全国に100店舗以上展開している中古品を主に扱っているショップです。本以外にもゲームやフィギュアなども取り扱っています。 古本市場では、毎月二十一日を、古市の日として、セールを実施しています。こんな感じで、毎月告知されています。毎月二十一日は、古市の日。古本市場では、毎月二十一日を、古市の日として。し、お得なキャンペーンを開催。毎月、内容は変わることが多いのですが。 20%から10%オフのセールなどが行われることが多いです。ブックオフでは見つからないようなお宝商品も眠っていたりしますので、要チェックです。三、レンタルアップコーナーをリサーチする t s u などのレンタルショップに置かれているレンタルコミックこれらが実はレンタル期限を過ぎると販売されているのを ご存知でしたかしかもこれまでレンタルされていた商品ですので全館揃っている店舗にて管理され備品のみが残っていることが多いので非常に仕入れしやすいです1冊50円で売られていることもザラですただし全店舗で実施されているわけではないので 必ず事前に確認の上向かいましょうということでお時間となりましたのでパート2こちらで終了させていただきますまたさらに詳しい情報をシュワーズ佐野の公式 LINE アットマークで配信しています LINE にご登録くださった方にはなんと今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選 もプレゼントしていますぜひ LINE にご登録くださいねそれではパート3でお会いいたしましょう